プロ大物系チャンネルへようこそ。I'm ワクワマンです。今日はですね、オウムツインサーキットオフロードコースからお届けしております。こけた？こけた。はい、あ、大丈夫、杉沢さんに行ってね。せーせー、コースマーシャルをやりながら撮影しております。オウムツインサーキットはプロライン製プライムというタイヤが、指定タイヤとなっております。滑りやすいということで、新しいタイヤがないかということで、今回 J コンセプトのオクタゴンというタイヤをテストしてみたいと思います。ヨコモワークスドライバー井戸正嗣さんに新しいタイヤのテストをしていただいております。はい、こちらのタイヤ、これで何パック目使用してますか？今は3パック目、4パック目ぐらいですね。なるほど。普段のこれプライムですね。はい。このプライムと比べると形がなんか八角形みたいな。そうですね。タイヤ組んだ時の形もちょっと、はい、プライムよりは、なんですか、ハイトが低いというか。なるほど。そうですね。プロラインのプライムよりは、すごく前に出て、横もすごい、強くグリップしてくれるイメージですね。なので今後はその、まあ、ライフとか、そういうのも考えて今ちょっとテストしてやってみたいと思います。はい。現状ラップはどうですか？そうですね。ラップは同じぐらい出てます。同じぐらい。3秒、今6なので。うん、うん。大体同じぐらいですね。グリップ材も最近プライムだと抜けると結構滑りやすいっていう感じなんですけど。それは今のところないです。ライン外して結構戻ってきた時にゴミついてるんですけど、全然グリップが薄いとかそういうのは感じられないですね。なるほど。今日走行してみて、まず6パックぐらい走行したんですけども、まあ、まずベストラップが、普段このコースだと13秒50とかが僕のベストラップだったんですけども、今日ですね、13秒32ぐらいまで上がりまして、で平均的なラップも結構ほんま2ぐらい底上げしてるので、結構おすすめなタイヤだと思います。タイヤの減り的には意外と途中から減らなくなりましたね。最初の3パック目ぐらいが結構減ったんですけど、そこからはあんまり減らないですね、はい、じゃあ来シーズンに向けて公認タイヤということで、はい、はいはい、ということで、なかなかいい結果が得られましたので、 J コンセプトオクタゴンタイヤもですね、2021年から公式タイヤということで、はい、やっていきたいと思いますので、2021年も OHM ツインサーキットよろしくお願いします。それではまた。